静川町は宮城県北部元吉郡にかつて存在した町である。2005年10月1日、北隣の宇達町との合併のため廃止、南三陸町となった。宮城県の北東部に位置し、西に北上山地、東にリアス式海岸の静川湾がある。このリアス式海岸はさらに南の鹿半島まで続くが国道45号線及び、 気仙沼線が内陸部から海沿いに出てくるところに位置するため観光上有利な点となっている。静川湾内には椿島、船形島、野島などの島がある。海岸線寸前まで山が迫っており、居住地や農耕地は海沿いの狭いエリアや川沿い、山の中原などを利用している。八幡川の川口付近は比較的平地が広く観光所や商店が集まり、 町の中心部たる市街地を形成している。昭和の合併以前、昭和の合併以後少子化と市町村合併の影響を受け静川町議会や静川町教育委員会などで小学校の統廃合が進められている。町内の小学校は静川小学校、徳倉小学校、入谷小学校の三小学校になる見込み、静川中学校の西の山の中原に位置する。 1975年夏の高校野球で県代表となり山形県代表と戦った。ありがとうございます。